チャークイティオは、マレーシア、シンガポール、ブルネー、インドネシアで一般的な麺料理。とりわけ、マレーシアやシンガポールでは国民食と申されている。中国語表記である炒め、上とは、かき混ぜて炒めた紐状の米餅といった意味である。チャークイティオは、およそ0.5センチメートルから1センチメートル幅の平麺である皮ごに、薄口醤油か濃い口醤油、唐辛子、 少量のシュリンプペースト、エビ殻を外した赤貝もやし、ぶつ切りにしたニラを高温でかき混ぜながら炒めて作る。この料理は、卵、スライスした中国ソーセージ、フィッシュケーキと共にかき混ぜて、炒めるのがより一般的であるが、他の具材を使用する場合もある。チャークイティオは、伝統的には、豚の脂身で炒め、豚のラードによるカリカリのクルトンを付け合わせ。 さらに敷いたバナナの葉の上に盛り付けるのが一般的である。チャークイティオは、飽和脂肪酸を多く含んでいるため健康的ではない、との評判がある。しかし、初めてこの料理が発明された時は、主に労働者向けに提供されていた。脂肪分が高くて低価格なこの料理は、安価なエネルギー源であり、栄養源でもあるため、人々を魅了している。 この料理が初めて作られた頃、農夫、漁師、アマたちが家計を支えるために夕方から、フォーカーセンターに立って、チャークイティオを提供した。チャークイティオという言葉は、ビンナン語における漢字表記の炒め、ジョーの音訳で、CHH コチアーウと発音される。ジョーという単語は、一般的にはカワコを指すが、これは、西マレーシアやシンガポールではよく用いられる、食材である。 他方、東、マレーシアでは、スライスされた紐状の米餅が、この料理のために使用される。炒め、ジョーの発音は、CHH コチアーウが広く普及しているものの、アルファベット表記は、チャークエイティオ、チャークエイティオ、チャークエイチアオなど多様である。この料理の人気と関東語アシャが住む地域の拡大を、背景に転換が発生。炒め、ジョーが、関東語では、 痛めっとなっている。この発音は、広東語では、こうに具合三イチ普通話では、ジョーガイがウとなる。この漢字表記では、気、と、のいずれも何らかの意味がある表記ではなく、ビン南語の、ジョ情と似た発音をする広東語と普通話の文字が、当てられている。チャークイテオペナンチャークイテオ料理の人気が高まるに、連れて多くの料理人が、鶏やガチョウの卵、 玉ねぎ、ニンニク、エビ、赤貝、中国ソーセージ、チャイブなどの具材の中から何かを選ぶとともに、基本的に共通する食材である紐状の米餅や、米の平面を炒めることで、独自の解釈を加えたチャークイティオを登場させている。過去においては、卵を使用せず豚の脂身でかき混ぜて炒めたチャークイティオが一般的であった。近年では、 通常の食用油が健康上、宗教上の理由から一般的に使用されるとともに、卵もこの料理の標準的な具材となってきている。チャークイティオのバリエーションのうちイスラム教徒によるものは、豚の脂身は使用されず、特別な醤油やスパイス、幅の広い皮子が使用される。ベジタリアン向けのバリエーションでは、卵を使用するものもあれば、使用しないものもある。 一方やペナンの食通向けチャークイティオのバリエーションでは、シーフードやカニの実、ガチョウの卵をふんだんに使って作られる。チャークイティオは、オーストラリアやニュージーランドでは持ち帰り、食品として人気がある。ミャンマーでのバリエーションとしては、ビッグカットキャイケークが存在する。これは、米を中心とする南部沿岸地域や、この国最大の都市であるヤンゴンで人気がある。この料理は、 シンガポールやマレーシアのクイティオと比べてペッパーやシーフードをふんだんに使用している。米の麺は幾分細く茹でたイエローピーもやし、イカ、エビ、玉ねぎ、濃い口の甘い醤油と共に混ぜて炒める。炒めた後は麺をハサミで切るが、このことが名前の由来となっている。アメリカにあるカフェアジアというチェーン店のような多くの多国籍料理レストランでは、この料理は グーエイティアオという名称で提供されている。香港にある多くの東南アジア料理のレストランでは、チャークイティオは、本来東南アジア家人を起源とするにもかかわらず、マレー料理として提供されている。香港で提供されているチャークイティオは全く異なる料理である。つまり、中国式の米の平面を、エビ、チャーシュー、玉ねぎ、もやしでかき混ぜて炒めて、カレーで味付けをするため、 明るい黄色となる。一部の地域では、炒めきを翻訳した、揚げた良い警告として知られている。インドネシアでは、似たような料理が、クイティオホレンの名前で知られており、中華料理店やワルンのような道端、ホーカーセンターの屋台などで提供される。インドネシア版である、クイティオホレンは、ケチャップマニスをふんだんに使用しているためマイルドに甘く、 サンバルを調味料として用いているので、よりスパイシーで強い味わいをしており、脂っこくなく、インドネシアのイスラム教徒の人口が多数派であることに合わせてそのほとんどが、ラードや豚肉を使用しないハラールであり、通常は牛肉や鶏肉が使われる。しかしながら、インドネシアの一部の中華料理店では、イスラム教徒以外の顧客に、豚肉や豚の脂身を用いたものが提供される。 ベトナム料理では、H とサウという名前の、よく似た、混ぜて炒めた、麺料理がある。タイ料理には、パッドシウと呼ばれる、独自のバリエーションがある。シンガポールでは、伝統的なチャークイティオが、ホーカーセンターで見つけられる。これらは、多くの野菜を使いつつ、油の使用を抑えているのでより健康的である。その上主の野菜やもやしによって、歯たえが出るため、チャークイティオを、 他の料理とは異なる独特なものにしている。シンガポールで見られる、このバリエーションは、オーストラリアにて、シンガポール人の人口が多いパースや、西オーストラリアでもよく見られる。AB、チャークエイティオ。ツーリズムマレーシア。2014年10月12日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2015年3月9日閲覧。チャークエイティオペナンシスター。 SIGMATESTUDIO.COM 2010年3月28日閲覧フライドグッドデール A トランスレーションランアモック YOURSINGAPORE.COM チャークエイティオありがとうございます